椎茸原木を半年も面倒を見るのは嫌だから、生やして取って食べるだけの体験ができたらいいのに、というあなた、今のままで満足でしょうか？どうも、淡路のキノコ屋こと奥田製作所のケンです。想像してみてください。木から生えてくる小さな椎茸が徐々に大きくなる様子を見て、十分に大きくなったら椎茸を収穫し、美味しく調理して食べる。これができたら何気ない椎茸栽培、某夢の国とまではいかなくても非日常感を味わえると思いませんか？お待たせしました。今回は新たな椎茸原木を紹介します。それはこのどこでも取る椎茸です。見た目はというとね、動画で実況中の見る椎茸と全く一緒なんですが、一体何が違うのか。どこでも取る椎茸は、椎茸が生えてくる直前の状態なんです。これは撮影用のサンプルなのでまだ生えてはこないんですけど、実物はこれです。しかもあなたに送る前にちゃんと椎茸が出る木かどうかをチェックします。ただしこれでも 100% 椎茸が出るという保証はできないんですが、かなりの高確率で生えてくることは約束します。しかも椎茸の発生を促す浸水、ちょっとめんどくさい水につける作業ですね、あれもこちらで処理を済ませてから送るため、いちいちバケツに水を張って重しを乗せて数時間水につけるという作業をしなくて済みます。この木が届いてやることは、カバーから出し、この専用の袋を上からかけるだけ。これだけです。これだけでモコモコっとした椎茸が生えてきます。あなたご自身で椎茸を生やして収穫し、料理して美味しく食べる。 SNS や LINE でも、自分で椎茸育てることができたよと家族や仲間に自慢できる。そんな盛りだくさんの椎茸原木をいつ発売するのか。それは今年の11月、どこでも取る椎茸11月から販売開始です。ちなみにふるさと納税をご存知ですか？好きな自治体に寄付をすれば、節税しながら返礼品をいただけるというサラリーマンは必須の税金対策です。最近はだいぶ流行ってきましたよね。実は奥田製作所がある淡路島洲本市への寄付を通して、このどこでも取る椎茸の募集を開始しており、各ふるさと納税サイト、ふるさとチョイスさんやさとふるさんなどで洲本市椎茸と検索すると出てきます。ふるさと納税には限定100セットで出品させていただいており、11月から随時発送予定、なくなり次第終了する予定です。実際にいくつもの応募もすでにいただいているので、気になった方は今すぐこの動画を見るのをやめて、100セットに達してなくなる前にこの概要欄のリンクから訪れてみてください。このどこでも取る椎茸、ちっぽけな淡路島の生産直売所だけで販売してたごく普通の原木椎茸農家が、ネットで全国に売るようになるまでの苦労がギュッと詰まった思い出深いものなんです。初めてどこでも取る椎茸構想を思いついたのは4年前でした。原木椎茸栽培は普通90センチから100センチの長さの木を使って栽培します。菌を植えてから半年以上管理して、生えてきた椎茸を取ってパック詰めし、地元で販売するケースがほとんどだったんですが、特別にお客様から椎茸が生えたままの木が欲しいと要望があった時だけその木をお譲りしてました。でもこれがね、思いは長いわ、椎茸が生えてるわで、お客様が持って帰るというのが非常に難しかったんですね。運ぶだけなのに専用のケースや段ボールを使わないといけなくて、相当運ぶのに気を使います。せっかく生えてる綺麗な椎茸を傷つけちゃったなんてことも1回や2回ではなかったんです。なんとか運びやすくできへんかなとみんなで悩んでた時に、ほんなら短く切ったらええんちゃうかとメンバーの一人が言い出したんですね。みんなが確かにそれええなとすぐに意気投合し、早速やってみようと椎茸原木4本でテストを開始。しかもどうせなら全国に届けようという話も出始め、かなり盛り上がってました。ところがですよ、その頃は新しいアイデアを試す実行力が絶望的に欠けてました。
目の前の仕事に忙殺され、本業である椎茸の菌を植える機械を作るのに手一杯で、メンバー全員に余裕がなかったんです。結果この4本でテストは終了し、自然消滅。同じくして椎茸が生えている原木を送るのは梱包と送料にコストがかかりすぎるという問題にもぶち当たりました。さらに逆風だったのが、ネットで調べてるとね、同じようなコンセプトの木が結構あるんですよ。あー、すでにいっぱいやっとるやん。やっぱ同じこと考えるんやな。と半ば諦めモード。テンションとモチベーションはナイアガラです。短く切って欲しがってる人の元へ届けるというプロジェクトはここで完全に停止しました。その後2年間、短く切って届けるというのはまるでなかったかのように存在が消えていました。結局また椎茸を栽培して収穫し、パック詰めして売るという単純作業に戻っていったんです。あなたもおそらく知っているとは思いますが、繰り返し作業で単純な椎茸栽培は慣れている分安心して何も考えずに作業できる反面、利益があまり上がりません。特に最近は細かいチップ状の木に栄養を加えて栽培する菌床椎茸、これが主流になり、その大量生産の影響で価格が半分以下まで下がってしまいました。どこの会社も物やサービスを提供してお客様に喜んでもらうためには、まず会社の存続が前提です。出ないとサービス届けられませんから。私たちも例外ではありません。そのためには利益を出さなきゃいけない。この時本業の機械も売り上げが低迷していました。今のままやったらあかん、なんか開発せなあかんねんけど何をやっていいんかと悩んでも、これといったアイデアが出てこない中、ふとスマホの過去の写真をこう眺めていたらですね、あの2年前に短く切った椎茸原木のテストの様子の写真が目に入ったんですね。これ一回諦めたけど、もっとよく考えて取り組んだら、ネット時代に沿った原木椎茸栽培、収穫体験を全国に届ける新しい方法が見つかるかもしれへん。と、再び短い椎茸原木に力を注ぐチャンスがやってきたんです。ところがね、この時、また大きな過ちを犯したんですよ。椎茸が生えた状態で届けるのが難しかったら、椎茸が生えてない時に送ったらええんや。と、新しいアイデアが浮かんできたんです。そこまでは良かったんですが、戦略で失敗してしまいました。何を失敗したのか。決定的な部分は椎茸が生える直前の木ではなく、椎茸の菌を植えた直後の木、これを選んでしまったということです。そう、もうお気づきかもしれませんが、今動画で解説中の見る椎茸の方に力を注いじゃったんです。これですね、この見る椎茸によってさらに2年遅れました。ミルシイタケ自体には1年間のテスト期間を要し、まあ、失敗も多いけど1回用に送り出してみようと、ミルシイタケを発売したのが2020年3月、ちょうど今も続いているコロナ騒動が本格化し始めた時でした。同時にこの YouTube も本格始動して栽培実況を始めました。いざ販売してみると意外と興味を示してくれる人が多くて、かなりの本数が人の手に渡り、これは意外と気に入られてるなと確信したのもつかの間、いくつかの木でカビが生え出したんですよ。しかも部分的にとかじゃなくて全体的に。もちろんカビが生えた木はその時点でダメになりました。直接メールでどうしたらいいですかと対処法を聞いてくださる方もいました。椎茸が生えることは保証できませんと前置きはしていたものの、秋になって椎茸が生えなかったという報告が多数来るんですね。もう申し訳なさと罪悪感でもう潰されそうになりました。お客様から信用を失うようなことをしてメンバー一同かなり落ち込んだんですね。でもそこでようやく分かったんです。ミル椎茸をわざわざ手に取ってくれた皆さんは原木椎茸の栽培を一からやりたかったわけではなく、
茎から椎茸が生えてくるその様子とそのワクワクを体験したかったということにえらく遠回りしました。やっとなんです。4年の月日を巡り巡ってどこでも取る椎茸を皆さんにお届けすることができる。もうこれだけで結構感無量です。このどこでも取る椎茸は名前の通りリビングでも作業場でも玄関でも風や直射日光が当たらないところならどこでも OK。 自宅に到着後は開封し付属の袋を逆さまにひっくり返してかぶせるだけ。数日後には芽が出始め日に日にどんどん大きくなっていく椎茸の様子をじっくりと見ることができます。十分に大きくなったら収穫し写真を撮って家族や友人に送ったり SNS に上げたり人知れずひっそりと収穫してみたり。ただ一つだけ言えること、それはあなたにとって世界で一番新鮮な椎茸をあなた自身が育てたということです。これは断言できます。想像してみてください。自分で栽培した世界で一番新鮮な椎茸を自分好みに調理して美味しくいただくところ、一人でもみんなとでも楽しめるどこでも取る椎茸。9月現在ではふるさと納税サイトでしか注文することはできませんが、ふるさと納税をされていない方も概要欄のリンクからどのようなものなのかがわかるためぜひ一度訪れてみてくださいね。11月からはメール、メルカリショップ、電話でも注文できるようになるのでもう少しだけお時間ください。またこれからの展望の話になりますが、このどこでも取る椎茸のようにすぐに収穫したいんじゃなくて見る椎茸のように一から栽培してみたいという方向けにオーダーメイドで穴の大きさや数を指定し私たちが代わりに椎茸菌を植えるオーダーメイド椎茸原木という新しいサービスを2020年スタートする予定です。今のうちにあなたが理想とする椎茸原木を考えておいてくださいね。いやそんなのわかんないよというあなたもご安心ください。私たちがおすすめする椎茸原木も用意しておきます。はい、今回は11月に新発売予定どこでも取る椎茸の紹介動画でした。見る椎茸という遠回りをしましたがようやくたどり着くことができたどこでも取る椎茸。田舎以外に住まれていてでも椎茸栽培に興味がある全ての人の思いに応えたい、喜んでもらいたいという思いから実現しました。いや本当にね、諦めなくてよかったです。ただ1年目なので商品としてはまだまだ至らない点があるとは思います。でも次の年その次の年とねどんどん改善していくので今はまだやめとこうかなというあなたも来年再来年には一度お試しいただける機会を作っていただければきっとお役に立てるので嬉しい限りです。世界で一番新鮮な椎茸を自宅で栽培、収穫、美味しく好きなように調理して食べるというこの3つの体験とその3つの体験をシェアするという合計4つの体験が詰まったもの、それがどこでも取る椎茸です。ふるさと納税を利用されている方はもちろん、ふるさと納税は知ってるけど使ったことないよという方も節税になり一石二鳥なのでこれを機に始めてみてはいかがでしょうか。今回は以上です。私たちの個人的な話にお付き合いいただきありがとうございます。これからもキノコに関する新情報や知識、実験を動画にしていきますのでチャンネル登録をポチッとしておいてくださいね。本日もご視聴ありがとうございました。ではまた。